皆さんこんにちは、じゅんこです。今日は引き続き肌質改善シリーズ、混ぜては危険な成分についてお話ししたいと思います。まずはビタミン C と AHA ですね、は混ぜてはいけません。 AHA アルファハイドロキシーアシッド、この他にですねグリコーリックアシッド、そちらもビタミン C と混ぜてはいけない成分です。さらにですねビタミン C とラチノールですね、こちらの方も一緒に混ぜて使ってはいけません。ではなぜ混ぜてはいけないかということなんですが、今ビタミン C と混ぜてはいけない成分ですね、すべてが肌のターンオーバーですねを進めるものです。AHA にしてもグリコーリックアシッド、そしてラチノールにしても肌の代謝を進めていくものです。それに合わせてビタミン C を使ってしまうと、代謝を進めることによって皮膚がですね薄くなります。すると抵抗力がやはり弱くなってしまうんですね。そのことによってビタミン C というのはやはり酸性が強いので、とても刺激が肌には強いんですね。その刺激にラチノールなどを使うことによってターンオーバーの進んだ薄い肌が耐えられないということになって、肌を敏感に傾けてトラブル肌に導いてしまう可能性があるということです。では AHA やラチノール、ビタミン C と一緒に使うことはできないんですが、例えば朝のケアにビタミン C を使ったら夜のケアにラチノールを持ってくるというふうな使い方はできます。次にですね、 AHA とナイアシナマイドという成分も混ぜてはいけません。ナイアシナマイドというのはビタミン B3 なんですが、この AHA というものがロー pH ですねということで、このビタミン B3 というナイアシナマイドというのはアンタイオキシデント成分を持っているにもかかわらず、 AHA と混ぜることによってナイアシナマイド自体の成分を変えてしまうんですね。そしてその変えてしまう成分というのがニコティニックアシッドというもので、肌にダメージを与えるということです。では混ぜて使うとよりその成分の効果が現れやすい組み合わせというものを紹介したいと思います。まずはラチノールですねとグリセリンのコンビネーションはとてもいいということです。なぜかというとラチン A ですね、ラチノールというのを肌のターンオーバーを重ねることによって肌の表皮がとても薄くなるんですね。それによって肌が乾燥に傾きやすいんですね。それを助けるためにグリセリンというものは保湿効果がとても高いので、ラチノールの反応による肌の乾燥をですね守ってくれるということです。ラチノールを使う方というのはヒアルロン酸を一緒に使うこともとても効果的です。ただですね、こちらのヒアルロン酸にも肌に入りやすい分子の小さいものと分子の大きいものがあります。で、そちらの方を間違って使ってしまうとですね、ヒアルロン酸の効果が反面に出てしまって肌の水分を取ってしまうことになってしまうんですね。なのでこのヒアルロン酸を使うときは必ずその湿気のある場所ですね、そのラチノールの乾燥を補うためのヒアルロン酸が十分に水分を運べるような手助けをしてあげて、初めてこのヒアルロン酸の力を発揮できます。そしてビタミン C と一緒に使うと効果的なのはビタミン E ですね。こちらはサプリメントですねにも同じようなことを言われるんですが、ビタミン C の効果をビタミン E が助ける作用があるそうです。同じくビタミン C とフォーリックアシッドですね、こちらを合わせて使うこともとても効果的です。なぜかというとビタミン C というのは酸化しやすいんですね。それを防ぐ助けをするのがフォーリックアシッドということになります。私もそうなのでちょっと反省はしないといけないんですけど、やはりですね欲張りさんでオイルフリーの美容液というのを最初につけるんですけど、わからないものは化粧水の後に使ってます。
でそういう時にやはりちょっと乾燥が気になるなと思うと美容液を2つ重ねたり3つ重ねたりしちゃうこともあったんですね。なんですが結局ですね、成分同士がぶつかったりとかしていると逆にせっかくの美容液の効果というものが得られない場合があるんですね。なので朝と夜のケアですねを分けていただいて、美容液一つに対して化粧水そしてクリーム、夜はグリコーリックそして化粧水そして保湿クリームというようなシンプルなケアの組み合わせを朝晩続けていくのがベストということです。前回もですねお話ししたようにビタミン C やピーリング作用のあるグリコーリックですね、あちらはとても肌には刺激が強いんですね。でその刺激をどのように効果的に使うかによっても肌の反応は違うんですが、とにかく肌の抵抗力がない時にそれを使っていても逆効果だということを頭に入れて、まずは肌の抵抗力ですねを戻してあげましょう。私もですねいろいろなものを試してみたいんですね。最近はちょっとこう笑った時とかにこの辺ですね、ほうれい線とかはですね昔からあったのでしょうがないなと思うんですけど、この口周りのここですね、ここにやはりラインができてきてすごく気になるんですね。こうボトックスですね、ボトックスをするとこう上がるということで、いつかはやってみたいなというものもあります、お金があればなんですけど、今は科学の力も進んでいるのでこのシワなんかもですねなくならなくてもいいんですけど、進みがこうゆっくりになるようなものが発見されたらなと期待しています。とにかくこの老化をゆっくりさせる、この進んでいくスピードを弱めるというのは、私は何度も何度も本当言って申し訳ないんですけど日焼け止めだと思います。特に UVA ですね、この私たちがせっかくもらったコラーゲンなんかを作り出すその神秘の中にある細胞ですね、そちらをこう潰してしまうものは UVA です。なのでこの UVA を避けることによって老化は必ず少しずつスローダウンできます。あとですね、まあ、日焼け止めというのはやはり肌に負担がかかります。なので必ず1日の終わりはきちんと化粧落としで日焼け止めをですね落としてあげて、肌の pH バランスをリセットしてあげることも大切です。次回はですねオイルについてお話ししようかなと思ってました。エッセンシャルオイルもですね医学としてもですねとても有効的な成分があるということで注目されているのも確かなんですね。なんですが私自体がですねまだちょっと勉強不足なために、いい部分もきちんと理解した上で皆さんに私なりの意見をシェアしたいと思います。ということで今日は混ぜたら危険な成分についてお話しさせていただきました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた。